ガルパラジオ with アフターグロー出張版。すごいたくさんの人がいてくださって嬉しいです。ありがとうございます。バンドリーガールズバンドパーティー青葉もか役の三沢幸子です。よろしくお願いします。本当にすごい数でびっくりしています。普段はですね、文化放送でやっているあの音楽番組を目指している、という体のラジオなんですけれども、今回はガルパーティー東京へやってきました。この番組初の、人の前での皆さんの前での放送ということで、いつもはねスタジオでゲストの方と音楽番組っぽい話をしながら、ラジオをしているんですけれども、今日はたくさんの人に見守られながら、しかもゲストが何人もいる状況でやるということで、回せるか心配ですね三沢さん。皆さんがね楽しんでいただけるように頑張りたいと思っております。でね、すごくこんなに人がいてわーっとってすごい緊張もしたんですけれども、でもここに来てくれてる皆様っていうのは私と同じガルパのヘビーユーザーだと思うんですよ皆さん。だから仲間ですね、イエーイ。いや、ガルパーティーのね、東京のガルパーティー in 東京を記念した星4の確定ガチャかぶりましたけれども、心を強くやっていきたいなと思っておりますということで、一緒に楽しんでくださいね。それでは始めていきましょう。バンドリガルパラジオ with アフターグロープログラムスタート。バンドリガルパラジオ with アフターグロー。それではここからはゲストと一緒にお送りしていきましょう。今回来てくれたのはこの方々です。わーいやー、かわいい。みさおさん、お誕生日おめでとう。台本がもしかして違うんですか。昨日が誕生日だったんですよ。これ会場の皆さんに説明すると、三沢さんに渡ってる台本偽物で。違う私の番組じゃないの。そうなんです、残念ながら。そこら残念ながらじゃないけどおめでたいので、はい、でちょっとケーキ見ていただきたいんですけど、なんか可愛い赤いアフターグローカラーのケーキの上にモカが大好きなパンが乗ってる。そう、モカにちなんでですね、パンを乗せていただきました。すごい、かわいい。あ、すごい。バナレしている。物撮りがバッチリ。すごい。いい角度だったね。そうなんですよ。というわけで、じゃあせっかくなので、会場のね、皆さんにもご協力していただいて、はい、ちょっと改めて一緒におめでとうって言いたいななんて思いますので。嬉しい。ありがとうございます。せーのって言いますので、三沢さん、お誕生日おめでとう以外に言ってほしいことってありますか。いや、もうそれだけで、嬉しいです。もうあって今何か思いつきました。大丈夫です、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 嬉しいです本当に。じゃあとりあえず三沢さん誕生日おめでとうでいきますか。はい、その後思い思いに言いたいことがある人はぜひ言っていただければって感じですね。じゃあ行きましょうか。三沢さんお誕生日おめでとうです。はい、行きますよ、せーの。三沢さんお誕生日おめでとう。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いい一年になりますよ。いや、こんな、だからオープニングトーク5分とか書いてあって、そんな喋らないよと思ってそう、打ち合わせの時巻いてもいいですかって巻いてもいいですか。早くゲストさん呼びたいんで、2、3分で巻いてもいいですかって言ったんですけど、だから5分取ってあったのか。はい、クソ作家め
騙されましたけど、すごい嬉しい、ありがとうございます。というわけでおめでとうございました。じゃあ、あの進行を開始します。進行開始4ページです。あーびっくり。